して日本航空山口上行きは後方のお座席にお座りのお客様を飛行機へご案内いたします。お座席番号22番から39番のお客様、どうぞ6番搭乗口よりご搭乗ください。ただいまより日本航空山口上行きはご利用の皆様を飛行機内へご案内いたします。どうぞ6番搭乗口よりご搭乗ください。スムーズな搭乗にご協力いただきましてありがとうございます。お待たせいたしました。ロビー内においての歩きながらの携帯端末のご利用は事故の原因となり大変危険です。ご利用をお控えください。
またキャリーバッグをご使用の際はできるだけ体に近づけ、他のお客様のご迷惑にならないようお配慮ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。Thank you.
ようこそより大島発車いたしました沖縄那覇行き12時40分発915便にてクラス J シートのみ空席待ちをされているお客様にご案内いたします。本日の沖縄那覇行き915便はクラス J シートカテゴリー S の4番のお客様をもちまして満席となる見込みでございます。恐れ入りますが A の6番以降でクラス J シートのみ空席待ちのお客様は本日はすでにお手続き済みの普通席でのご搭乗をお願いいたします。
ロビー内についての歩きながらの携帯端末のご利用は事故の原因となり大変危険です。ご利用をお控えください。またキャリーバッグをご使用の際はできるだけ体に近づけ、他のお客様にご迷惑にならないよう配慮ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。エビレースとか、久保ちゃんとか、担当したので、久保さんみたいな会社の Thank you.
海道競技517便、帝国13時ちょうど発沖縄那覇行き、ご利用のお客様にご案内いたします。優先当初並びに機内混雑緩和へのご理解とご協力誠にありがとうございました。都民はただいまよりお座席番号のアルファベットにかかわらず、ご利用のお客様皆様を放送口21台より飛行機内へとご案内いたします。スカイマーク517便沖縄那覇行き、ご利用のお客様はどうぞ搭乗口19、失礼いたしました、21番よりご搭乗ください。本日はスカイマークをご利用いただきまして誠にありがとうございます。13時ちょうど発沖縄那覇行き、ご利用のお客様に最終のご案内を申し上げます。スカイマーク517便沖縄那覇行きはただいまご利用のお客様皆様を搭乗口21番より最終のご案内を行っております。ご利用のお客様、お乗り遅れのございませんようどうぞお急ぎ搭乗口21番にお進みください。
Thank you.
便13時30分発札幌新千歳行き517便をご利用のお客様にご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。ご案内のアナウンスまではおかけになってお待ちください。はじめに事前改札として係員のお手伝いご希望のお客様、2歳までのお子様をお連れのお客様、ご妊娠中のお客様を飛行機内へご案内いたします。その後優先搭乗、ダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後飛行機内の混雑を避けますため、お座席番号30番から後方のお客様、そして前方座席にお座りのお客様をご案内いたしますのでお待ちください。
ただいまのところ13時25分午後1時25分ごろまで。